どうもどうも、中野実験室です。マインクラフトです。今日は、ちょっとした作業をやっていたんですけど、その進捗状況をお伝えしようかと思います。ちなみにここは、農民隔離型の、農民閉じ込め型の、自動収穫農場なんですけど、それのパワーアップ版を作ろうかと思っていました。このように、トロッコが動き回って、農民が上で収穫したやつを、略奪するという仕組みですね。トラップドアの下に畑がありまして、農民は、稲とかを取ることができないけど、稲とかの収穫をやっちゃうという仕組みです。これをもうちょっと大規模にやろうかっていうのを作っておりました。それではその現場に行ってみましょう。この辺に、この人らもそうなんですけど、ちょっと村人が集まりすぎているので、その村人たちをなんとか、うまく利用できないかなと思って作り始めました。ここが作業現場であります。まだ全然途中なんですけど、これトロッコで回収する部分を今作ってます。ネザーのピッグマントラップを利用して金はいくらでも手に入れることができるので、パワードレール、ほぼパワードレールで、トロッコの道を作るという贅沢仕様になっています。そして、ここが農場になるところです。まだ耕してないんですけど、この土の部分が、ゆくゆくは畑になりまして、せっかくなんでちょっと、せっかくなので、ちょっとだけ耕してみましょうか。この土の部分が、畑になりまして、こうですね。そして今トラップドアをちょっとだけつけてあるんですけど、今、せっかくなので実演してみますと、この状態ですね。この状態で、ここにトラップドアをつけます。そして、こうですね。この村人の挙動なんですけど、この上のに村人がこう最終的に歩き回るんですけど、村人はこのトラップドア越しに、種を植えたりとか、あるいは収穫をしたりとかっていう作業はできるんですけど、アイテム化した小麦とかを、かわいそうなことに、取ることはできません。なので、種を植えたり、そして小麦が実れば、彼らは収穫しようとするんですけど、本人たちはアイテム化した小麦を取ることができない。なので、そこに畑に溜まるんですけど、ここにアイテムがある状態で、下にトロッコが走り回りまして、回収するという状態になります。ちょっとせっかくなので、以前も紹介しましたけど、すでに完成している自動収穫農場をちょっと動かしてみましょうか。これは大規模じゃなくて、横一列で比較的小規模にやったとこなんですけど、それはなぜかというと、骨粉で強制成長ができるようにしたからです。このトロッコを動かしますと、下の畑に骨粉がまかれまして、どんどんと成長するようになります。で、成長してくると、多分農民がそのうち、はい、今アイテム化しましたね。これこの辺の人らも頑張って取って種を植えるんですけど、種も植えれるし収穫もできるんですけど、アイテムは本人たちが取ることができないという状態になります。
そしてそうこうしているうちに下にトロッコが走り回って、回収してくれるという感じですね。この辺がだからどんどんと回収されてるんですけど、はい、トロッコが来て回収してくれました。っていうのを、先ほどの上の場所でもうちょっと大規模にやろうかなっていうのを、考えておりました。はい、そんな感じの、進捗動画でありました。ちょっと時間がかかる作業なので、進捗状況をお伝えしながら、完成したらまた、お伝えしようかと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。